諫早駅は、長崎県諫早市栄商町にある、九州旅客鉄道、島原鉄道の駅である。諫早市の中心駅で、長崎県内で、長崎駅に次いで2番目、長崎本線の駅では3番目に利用者が多い。全列車が停車する。JR 九州と島原鉄道の共同使用駅であるが、駅自体は、JR 九州が管轄する。 JR 九州の長崎本線と大村線、島原鉄道の島原鉄道線の計3路線が乗り入れている。大村線は当駅が終点、島原鉄道線は当駅が起点である。JR 九州における、当駅の所属線は長崎本線である。守護下に対応するが、当駅が守護下、長崎エリアにおける。 長崎本線の東谷駅であるため、長崎本線長崎方面と大村線の東駅から、竹松までのみ利用可能であり、長崎本線鳥栖方面や、島原鉄道島原方面へは利用できない。長崎本線の東駅と長崎駅の間は、運転本数が多く設定されている。新線を通る列車は、特急が、毎時上下各2本程度。 普通列車が、ラッシュ時間帯以外で、毎時上下各1本程度のピストン運転を行う。また、佐世保、大村線直通の快速列車も、毎時上下各1本設定されており、遠く管内の基本停車駅は、菊津駅、浦上駅のみだが、一部列車は、西伊佐波や、玄川にも停車するほか、時間帯により伊佐波や長崎間は各駅に停車する、ものもある。 急線は普通列車のみの運転であるが、D&S 列車、ある列車と、7つ母子院九州は、長代経由のルートで運転する。長崎本線上がり行駅、非前山口駅方面は、特急列車は、毎時上下各2本程度ずつ運転されているが、普通列車は、毎時1本程度で、一部時間帯では3時間程度普通列車の、運転間隔が空く。 大村線に関しては前述の快速列車と普通列車がそれぞれ毎時各一本ずつの運転である。長崎県内では最も遅く最終列車が到着する駅である。JR においてワンマン運転の際は当駅で生産方法が変わり、当駅長崎駅間は長吉線を含めて車内生産を行わない。駅名表はノンのコードリがデザインされている。 二代目駅舎塗り替え後の二代目駅舎島原鉄道乗り場から数百メートル JR 線と並走した後左右に分かれるがその並走区間の途中には国鉄時代に島原鉄道の列車が国鉄へ乗り入れていた名残として JR 線から島原鉄道に接続する渡り線があるこの渡り線を使用して急行列車が長崎駅佐世保駅 小倉駅まで乗り入れていた。JR 線の駅舎三代目は、2018年8月より、東口と西口を結ぶ自由通路と接続した、橋上駅舎となっている。駅舎には、JR 線専用の改札口や、待合室、緑の窓口が設置され、JR 線の各ホームとは、階段とエレベーターとで接続されている。東口側は、市が、 駅周辺再開発整備の一環で整備した再開発ビル一棟と接続しており、島原鉄道線の駅舎の出入り口が設けられている。島原鉄道は改札の分離に合わせて駅員が配置されるようになり、自動券売機も一台設置されている。仙台の二代目駅舎は、有明線が開通した1934年春工の木造2階建てで、 外観は2カ所の出入り後部のみ登った和屋の木先に、駅舎内も、構成的な衣装が施された柱や梁、折り上げ天井の待合室など、洋館風のモダンなものであった。1990年代末期に、外観の図色が、従来の緑色から茶色に塗り替えられたがその他の、大きな変化はなかった。駅舎は、駅の東側に位置しており、西側とは、 地下道で結ばれていたが、自由通路の共用開始により閉鎖された。JR 線は2面4線、島原鉄道線は1面1線を有する。JR 線と島原鉄道線との乗り継ぎには、改札口を出て、自由通路を経由する必要がある。乗り場ギャラリー朝夕を中心に、多くの利用者で賑わっている。特急列車の場合は、 博多駅方面へ向かう利用者が多いが、浦上駅、長崎駅までの自由席特急券が310円なので、朝夕の通勤、通学などでの利用がある。特に朝に運行される、鴨モメ1.3号では、大村線からの乗り換え利用者も含めて利用者が多いこともあり、普通車指定席の空席に自由席特急券で、乗車可能の特例が設けられているが、 そこも含めて通路が埋まることもある。普通列車も通勤通学で非常に利用者が多い。伊佐早駅発着の2枚切符は存在しないため、佐世保や福岡市内などへは長崎発着のものを購入する必要がある。福岡市内の場合、大村、竹松発着のものも選択可能。値段は長崎発着のものと同じ。駅前の様水駅前には、 バスターミナルビジネスホテルがあり、マンションも多い。諫早市役所など、市の中心部へは、隣の島原鉄道本諫早駅の方が近い。ありがとうございます。